ダイクマンストリート駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅である。マンハッタン区インウッドにあるダイクマンストリートとネーグルアベニューの交差点付近に位置し、1系統が終日停車する。当駅は1906年3月16日に開業した相対式ホーム2面2線を有する。 森土駅で IRT ブロードウェイ -7 番街線がマンハッタンの基板岩を通り抜けるために使うワシントンハイツマイントンネルの北側の入り口にある。東駅北ではアッパーマンハッタンの地形が突然落ち込み、同線はバンコートラントパーク -242 丁目駅まで高架となる。その地形により、東駅はワシントンメトロイエローラインのハンティントン駅のようになっている。 どちらのホームも中央にベージュの風防ガラスと赤い点蓋、緑の骨組みでできた空間があり、その両側には腰の高さほどの黒いフェンスが続く。サウスフェリー駅方面のホームは242丁目駅方面のホームよりも北へずれている。両ホームにはそれぞれリックマン ST と描かれたモザイクが2つある。当駅の唯一の入り口はネーグルアベニューとダイクマンストリート、 ヒルサイドアベニューの交差点の南側の角に位置する地面より少し高いところに設置された駅舎である。その駅舎はターンスタイルやトークン売り場、各ホームへ続く二つの階段を備える。待合室にある1991年作の芸術作品は、オポホラップがフライトと題したものであり、飛んでいる鳥が描かれた陶製のレディーフタイルを特徴とする。当駅は、 IRT ブロードウェイ -7 番外線で2つしかない2線を有する地上駅の1つである。現在は旅客営業に使用されていない中央の急行線は、当駅のすぐ北で現れ、242丁目駅のすぐ南までノンストップで続く。当駅はアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されており、すぐそばにあるサブション17も登録されている。2014年2月、 進行中のリハビリテーションの一環として、または通りから中2階への傾斜路を建設し、南行きのホームと中2階等を接続するためのエレベーターを開設した。当初このエレベーターは当駅の改修工事の計画になかったが、ユナイテッドスピナルアソシエーションが起こした訴訟により建設された。このエレベーターは機械失礼姿であり、同景気で最初に、 ニューヨーク市地下鉄に導入されたものである。この改修工事にはトンネル入り口やホームの改修、新しい照明設備の設置も含まれていた。当駅の機体期ホームへの通路は障害者に対応していないが、2020年から2024年、また投資計画において整備計画が示されている。エレベーターはヒルサイドアベニューとセントニコラスアベニュー、ホート、 ジョージヒルの交差点の南西の角にあり、駅舎へ向かう傾斜路で行くことができる。ありがとうございます。